お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画は久しぶりだね。はい、こちらです。レオパのブラックナイトについてですね。まあ、うちには複数のブラックナイトがいまして、ちっちゃいサイズから育てるものもあれば、ある程度大きいサイズを購入してね、育てているものもありますが、まあ実際どんな感じだったのかっていうのをですね、皆さんにねご紹介していきたいと思います。今かなりブラックナイトはですね、お値段がお安くなってきていると思いまして、はい、こちらもですね、まあこれもブラックナイトだし、こちらもブラックナイトだしということで、だいぶ差があります。で、今ね、結構クオリティ高いものでも、昔は30万、40万してたものが10万前後とかで買える時代にね、なってきたので、まあ、ブラックナイト買うなら今がチャンスだろうということで、まあそう思われてる方にね、刺さるように、今日はうちにいるブラックナイトを横断して紹介して、どんな感じかっていうのをね、お伝えしていけたらと思います。まあ、まずはちょっとね、見比べられるように並べたいと思います。はい、こちらがですね、うちで飼育しているすべてのブラックナイトですね。一番この左の子がですね、ペリーライン、ブラックナイトをですね作出した本家のラインということで、フェリーラインブラックナイトで、この辺はもう全然いろんなところだと思うんですけど、これが唯一うちにいるオスですね。オスの方がフルブラックになりにくいと一般的には言われてます。で、こちらがメス。まあこの程度になると、もうブラックナイトってね、言ってもまあその通りだろうなって思うんですけど、まあそれでもやっぱり柄がですね結構入っちゃってる感じ、ちょっとよく見てみましょうか。暴れん坊だし、まあでもある程度育った緑ぐらいに購入したんですが、特に色柄の変化が大きくあったわけではなく、ブラックナイトってやっぱこう目がねかっこいいですよね。グレーの感じ、めちゃくちゃかっこいいね。柄も、まあ黄色とまでは言わないけど明るく出ていて、まあこの手のタイプはね結構なんか見る気はしてます。で、隣のこちらの子、これもメスですが、この子はね、かなり小さいサイズの時からね、購入した子なんですけど、そんなに明るくなることなく、まあ、小さい頃、結構ブラックナイトって暴れん坊が多いんだよね。持つのやめよう。結構ね、小さい頃よりかは少し明るみは出たかな。ほんとね、ちっちゃい頃真っ黒だったんですよ。でも、まあ、ちっちゃい頃より明るみは出たかなって気はするんですけど、まあ、それでも、他の子たちと比較したら、比較的ね、まあ、こうやって見てもらったら分かる通りですね。比較的、真っ黒。こういう子がね、いる中でですから、比較的真っ黒に育ってくれてますね。まあ、若干こう、赤茶感が出てるのはね、否めないんですけど、尻尾のところとかはもうかなりフルブラックで。で、その隣、この子もメスですが、もうこれはがっつり柄が出ちゃってますね。まあお迎えした時から、まあこんな感じではあったんですけど、結構その時のコンディション、2シャフと一緒で、その時のコンディションで、黄色みがより一層明るくなったり、まあ今みたいな色に暗くなったり、かなりね、差が出ます。まあ2シャフも、その時のコンディションで色が白くなったり、ちょっとくすんだりすると思うんですけど、それになんか近しいものを感じますね。で、こちらもメス。はい。この子は全体的に黒いんですけど、こう、うっすら柄がね、ふわーっと広がってる感じ。こう、ね、こんな感じで、やっぱブラックナイトはね、レオパでいう、まあ、いわゆるブリザードとかと一緒で、ちょっとね、暴れん坊なイメージがありますね。若干ちょっとこう、指、皮が残っちゃって、ちょっと後で取ってあげよう。はい。で、こちらが、皆さんおなじみのブラックマリアちゃんですね。ブラックマリアちゃんはかなり、黒い。まあ、よう見たらうっすらね、こちらの子と似たような柄がね、わかるかな。うっすらよう見たらあるんですけど、まあ、ブラックマリアちゃんは相当黒いですね。尻尾もなんかすごいベロア調のような感じで、こう、ギギギって鳴いてる。まあ、こういう柄が出やすいのかな。なんかね、よく見る気がするね。ブラックナイトでこういう柄。まあ温度はちょっとね低めで飼ってます。まあうちのペット部屋で言うと27度ぐらいかな。まあ高かったらね28度とか29度で飼ったりしてる人いると思うんですけど、温度はちょっと低めの場所、高さはペット部屋で一番下の場所でね、飼ってます。まあほんとね、こうやって見るとちょっとね、なかなかこんな並べて見比べることないからね、こうやって見ると本当にブラックナイトって言ってもピンキリ、いい意味で、かなりね差があるので、僕はフルブラックが一番かっこいいって思ってるわけじゃなくて、結構こういうね
柄入りの子とかもねかなり好きで、まあ、こんな子なんていうのは最近だと結構お安くねお迎えできるんじゃないのかなと思ってるので、まあぜひねブラックナイト購入を検討されてる方がいましたら今がチャンスじゃないのかなと個人的には思ってます。まあこちらはファニーテールさんでお迎えしたフェリーラインのねブラックナイトなんですけど、やっぱこれはなかなか見ないね。うん、やっぱフェリーラインって言うだけあって本当に全然色変わらない、明暗のその時のコンディションによっての色の上がり下がりとかあんまりなくても常にこんな感じですね。まあさすがだなと思います。本当にフェリーラインの本家のブラックナイトというものは、まあ、これだけちょっと異質ですね。個人的な感想としてはやっぱ違う、まあお値段も結構しますけど違うなって感じ。他のはもう、うん、これはラッキーだって気がするけどね。かなり黒い、まあもともと黒かったけど特に色が上がることなく、うん、という感じで、ブラックマリアちゃんはなかなかの黒さだけどね。これはこれでなかなかの黒さだけど、特に尻尾とかもう完璧だよね。はい、ということでですね、現在うちでは7匹のブラックナイトを飼育してますが、オスはたったこの1匹だけ。もっとね黒さの多いいいオスのブラックナイトがいたらガンガン掛け合わせたいなと思ってるんですけど、まあ現状メス6に対してオス1ということで、まあ今年ねかけてみようかな、ブラックナイトクーリングしっかりしてとは思っております。こんなにいるんだからせっかくだからね増やしてみたいなとは思いますし、レオパー久々ですけどやりたいなとは思ってますね。まあせっかくねフェリーラインのメスがいるんだったらオスもねフェリーラインで揃えたいなって気はしてるんで、まあこの子はちょっとどうするかわからないですけど、暗いオスとメス同士をかけたらね絶対暗い子が出るのかって言ったらそういうわけでもないみたいですし、逆にこういう明るいね、これか明るいブラックナイトからめちゃくちゃこんな感じの真っ黒いねブラックナイトが出ることも全然あるらしいので、もうそこに関しては本当にねわからない運かなとは思ってますが、今回は皆さんにうちで飼育している7匹のブラックナイト、まあ見比べですね、うん、一度にこうやって見比べる機会はなかなかないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、お気に入りのねまあ今多分チャンスだと個人的には思ってますので、お気に入りのブラックナイトをね見つけてお迎えしてみてはどうでしょうか。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。